はい、こんにちは。日本改革党豊島区議会議員楠田亮でございます。富田様、虎猫様、諸君様、ご支援ありがとうございました。諸君様はお手紙もいただきました。ありがたく頂戴して政治活動資金にさせていただきたいと思います。スクランブルデモに参加された方、体の疲れはいかがでしょうか。やはり私、今日になっていきなりドーンとですね、右半身全部凝っててですね、ちょっと右足なんかしびれが来てますけれども、っていうのは肺がんの手術で右の方が体歪んでまして、ちょっと寸法が、肺が縮んでまして、それに引っ張られて体歪んでんだろうな。右ばっかり凝って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 も、やっぱり昨日は大丈夫だった一日経つぐらいで来ますよね、この年になるとね。宮沢博之、自民党国防部会長、部の長は部長ちゃうんけ、何なんだろうね。会の会長が会長なんじゃないの、核共有は日本にはそぐわないというのが党内の体制、核共有ではなく拡大抑止をどうするかという論点に移ると。つまり自民党はもう核共有の議論はしませんっていうような宣言ですかね。ネットの反応です。ダメだこりゃ、自民がこれじゃ話にならねえ、なんでこんなやつが国防部に入っとるんや、日本にそぐわないって勝手に決めつけるんじゃないよ、核がなければ攻撃対象にならないと、ウクライナは核がないからああなったわけですが、権利があるとか許されないとか、そんな議論をしているうちにミサイルが落ちてくる。共産とか九条の会と言ってること同じじゃん。今から準備しても遅いのに、未だにこの思考ではどうしようもねえな。核保有が一番安上がりで最高の防衛だってはっきりしただろ。ウクライナでですか。被爆国だから核廃絶を訴えるって頭おかしい。唯一の被爆国だからこそ核武装するべき。そうなんですよね。包丁で刺されたことがあるから包丁は持たないって使わないなんてやついたら、そいつは頭おかしいな、思うでしょ。言ってること同じなんですよね。唯一の被爆国だから核武装しない、同じじゃねえか。包丁で刺されたから、包丁を憎んで包丁は持たないって頭おかしいよ、あんたら。核を置いた時点で攻撃対象になることなどを考えると、日本に核を持つ実益がない、全くの意味不明ですね。つまり軍事基地を作るとそこを攻撃されるから反対みたいな、共産党とか沖縄左翼とか、何でもかんでも自衛隊を目の敵にする左翼と同じこと言ってやるのね。全く意味不明ですよ。ウクライナで分かってるのは、軍事基地は攻撃されねえんだよ、市街地が攻撃されるんだよ、やり返してこねえからね。全く意味不明なんですよね。東大法学部らしいが脳みそどうなってんのかな。あと頭髪、47歳らしいんですけど、唯一の被爆国として核廃絶を主導する責務があるわけでねえよ、そんなのねえよ。どこの国が言ってんの。その理想夢は絶対に捨ててはいけない。なんか言ってるけど、狂人を前にして夢だの理想だの、語ってて命が守れっかっていうね。何お花畑全開ですねこいつ。共産党議員よりもなんか変なこと言ってるな。ねえよそんな責務なんかよ。唯一の被爆国として核廃絶を主導する責務なんかねえよ。むしろ世界一核武装してもう二度とやられないようにするのが現実的ですよ。何が政治家が理想だの夢語っちゃダメだろう。政治家はね徹底的にリアリストで、現実と現実の辻褄合わせに汗を流すっていうのが政治家なんでね。理想だの夢だの語ってんだったらポエマーですか、
なんかね、あの政治家じゃあない人、つまり平安貴族だから歌ばっかり読んでてみたいな、ネットの意見の体制をですね、本人が全く分かってないか、自民議員の大半が分かってないか、まああのそういう意見、日本にそぐわない核共有は、っていう意見が自民党内では大勢だってこの人が言ってるからね。まああるいは本人も分かってねえのかな。47歳らしいけどテレビしか情報源ねえのかなーみたいな、テレビしか見てねえのかなー。じゃあね、あのスクランブルデモ、この前やったスクランブルデモなんか存在も知らないですねこの人ね。テレビで放送しないことはこの世にないことになってからね、そういう人にとってはね。それともあの事なかれっていうのが身に染みついて、核保有議論なんか知っとめんどくせえ、っていうですね、あの事なかれなんか怪しとられるから、とかいう事なかれが身に染みついちゃって、本体になってんのかな。やっぱあの極右政党が必要ですよね。極右政党がまあ参院選あの私頑張りたいと思いますけれども、しかしあの東大法学部47歳お花畑も大概ですね、議員ともあろうものが何言ってんだ夢だの理想だの、今までこの人そうやって来れたのかな、来たんですかね。自民党お花畑部が世間から乖離している証拠なんですけど、日経新聞最新調査、原発再稼働すべき 53%、 核共有議論すべき 79%、 8割ですね。党内自民党議員の大半が議論すべきでないなんて思ってるけど、世間ではすべきが8割だわね。まあ、あの、今まで必死で嘘ついてきて、基地を作れば攻撃されるだろう、核武装すれば攻撃されるだろう、逆だろう、嘘ばっかついてき、たですね、左翼は発狂者ですね、この結果はね。ネットの反応です。あるものは使いもったいない。安全が確認された原発は再稼働。当たり前。電力不足はゴリゴリ。早く再稼働しろ。危機感なさすぎ、さっさとやれや、議論すら拒否の脳死状態。これ自民党のことか。ウクライナと停電が効いたなぁ。さすがに平和ボケから目覚めたか。自民党よりあの世間の方がよっぽど分かってますね。核共有議論すべき8割。発狂左翼が面倒だからつって議論もしないっていうのは自民党楽しすぎだろ。せめてあの核共有実現のためにはどういう手順踏む必要があるのか、どういう手続きしなくちゃダメなんだか、あとね、あのまあ共有すっとしたらアメリカでしょうけど、アメリカとどういう約束協定しなくちゃいけないとかですね、どういう事態になったらいよいよ核使用核攻撃していいのかとか、使用制限はどういうものなのか、メリットやデメリットはどうなんだ、核共有する料金とかをアメリカに払わなくちゃいけないのかみたいなことをですね公表してくれないと俺らわかんないじゃん。国民にも考えさせろって、せめてね、あのそういうのをあの調べて公表してくれて私はね、あの共有よりも独自で核武装した方がいい、思う派なんですけれども、まああの日本人が作ったら世界中が欲しがるすごい弾頭を作れそうだな。例えばジャベリン型みたいな、一人で持って一人で攻撃できるような画期的な核弾頭、核ミサイル、まあ個人携行型って言いますけどね、当時世界が驚いたウォークマン、作ったとこですからね。いわきの高齢者はですね、ウォークマンウォークマンって言ってましたウォークマンのこと何言ってんのかなと思ってよくよく、見てたらウォークマンのことをウォークマンはははって言ってました。まああのそういうのね、作れたらすげえよなー、独自でなーって思います。世界中が欲しがるね。
枝野幸男、相変わらず頭がおかしい。選挙に勝ったんだから何をしても構いませんというわけではない。民主主義は多数決とイコールではない。バランスを取るのが立憲主義だ。まあ、憲法対話集会で発言したそうなんですけど、まあ要するに改憲反対を、変な格好つけて言うとこうなるらしいんですけど、まあ民主主義は多数決ではないって言っちゃってますよ。ネットの反応です。多数決じゃなかったら一体何なんだ。じゃあ何のために選挙をやるんだ。頭おかしすぎる。多数決で民主党が勝った結果が今の体たらくなんだが、さすが立憲共産党、負け犬の遠吠え心地よい。やっぱ独裁やりたいんじゃん。立憲共産党の枝野前書記長とか言われちゃってますね。左翼が選挙に負けっとね、まあ沖縄とかね、で負けっとですね、朝日新聞が書くことはですね、多数の意見が正しいとは限らないとか、言うんですけどね。だから少数派の意見も耳を傾けろとか、数は少なくても俺らの言うことを聞けって言いたいんだろうけど、立憲共産党前書記長の枝野幸男、これと似たような答弁してますね。民主主義は多数決ではないと。枝野だって多数決でギリギリ当選して議員やってんのにね、それ全否定してて本当にバカですよね。脳みそどうなってんだか。何が何でも改憲反対っていうのをですね、カッコつけて言おうとすから、こんなおかしなことを口走っちゃうんだよね。枝野が信じる、信奉する共産主義は確かに多数決ではありませんね。あんなのね、共産主義なんてね、他者を奴隷とするためのへりくつですから、方便ですから。共産主義局はすべからくですね、独裁だしね。皆に平等に分け与えるから、お前ら全部よこせっていうのが共産主義。方便、へりくつ以外の何者でもありません。共産の協力でね、ギリギリ前回当選できた、枝野なんですけど、次は共産党自体がですね、衰弱しとるから落選するかもしれないですね。さすがにですね、共産党が言うバカなことを信じてね、共産党に投票する連中も減ってきたしね、だいぶね。同じ選挙区に、まあ、維新か民民が立候補して枝野落ちると赤っ端こいて、面白いなぁ。あとは総裁経験者の海枝万里であるとか菅直人とかが落選しと面白いんだけどなぁ。まあ年齢的にも次は出ないかもしれないですけどね、菅直人とかね。よかったらチャンネル登録よろしくお願いいたします。デトックスジャパン。